ああ、眠れない。どうすればいいんだ。黙れクソマツ。そもそも寝るときにサングラスしてるのはどうしてと突っ込みたい。明るいと眠れないのさ、ブラザー。今日は俺を照らすムーンライトがやけに眩しい夜だから、サングラスがないと眠れない。結果寝れてないんでしょ。ってことは意味ないんじゃない、サングラス。あれ、つうかみんな寝てないの。カラマツ兄さんがうるさくてね。ああ、クソマツのせいだ。僕は寝てる。いや、それおかしいから、寝てたら話せないよ。状態が寝てるって意味なのかな。多分それ。俺のこいつも寝てないよ。朝が近いから。いきなりそういう話やめてくれる。何、そういう話って何。あ、僕もだ。ここ寝てない。おお、何やってんだよ。ハッスルハッスル、マッスルマッスル。そういうことやってないでさ、寝ようよ。まだ3時とかでしょ。いや、俺はまだ寝るわけにはいかない。俺はどうすればもっとモテる。これは寝ずに考えるべき大きなクエスチョン。黙って寝ろクソマツ。寝ずに考えても答えが出る話じゃないでしょう。だいたいもっとってそこからおかしいから。いや、カラマツは少し変えたらモテるんじゃないかな。おお、俺はどうすればもっとモテる。少し変えたらいけるんじゃない。クールな言動に酔いしれてるナルシストなところを変えて、自分が生かしたやつだと思い込んでるところを変えて、ファッションセンスも変えて、突然中の良さをラブレターにしたり、白いガウンを着てワイングラスを持って現れるとか、そういうとこ直したらいけるんじゃないかな。少しじゃないよ、粗末兄さん。それ全部変えろって言ってんじゃない。俺寝る。え、変わらないの。ああ、スリープザカラマツだ。現実逃避かな。チョロマツ兄さん、トイレいい？うん、いいけど、トドマツはたまには恐怖から逃げないで戦ってみたら。無理、お化けとか出そうなんだもん、この家。お化けなんているわけないだろ。分かってるけど。妖精ならいるけどね。いやいやいや、妖精がいるな。いるよ。何その自信、どっから来てんの。ははは、妖精みたいな。一緒に野球やりたいな。見えないから。見えたとしても野球はしないから、妖精さん。中始末。妖精はな、心が綺麗な人にしか見えないんだぞ。え、僕見えないよ。僕心が汚いってこと。いや、十四末の心は綺麗だ。それは分かってる。やった、じゃあ見えるね。見えたら妖精さんホームランだ。妖精さんホームランとかおかしいから。そもそも見えてこないから。妖精さん、俺はちょくちょく会ってるよ。妖精さん、本当に。そこ食いつくキャラだっけ。一末、妖精ってどんな感じなの。ふわふわした感じ。食いつきすぎじゃない。ああ、出たよ、妖精。嘘だ嘘だ嘘だ。これ気のせいでしょ。見えないとことか。なんで見えないの。やっぱり僕は心が綺麗じゃないんだ。わ、心の問題じゃなくて、これ霊感の問題だから。てか、なんで僕見えちゃってんの。じゃあおやすみ。ちょ、なんでこの状況で寝れんの。一人にしないでよ。なんもいないじゃん。やっぱ気のせいだよね。もう勘弁してよ。幽霊とかないから。うわぁ、おそ松兄さん本当に寝てるよ。どういう神経してんだよ。とどまつも寝てる。泣き疲れて寝るとかあるけど、怖がり疲れて寝るとかあるんだね。ハッスルハッスル。十四松は松の家のホームラン王だ。元気な寝言だな、十四松は。いつも冷めててごめんにゃん。気持ち悪い。寝言は素直なんだな、市松。眠れないんだろ、子守唄を歌って。寝言も痛いんだよな、カラマツは。シックスメンツショータイム。なんだそれ。ギャッ。おそ松兄さん、どんな夢見てんだよ。まあいっか、俺も寝よう。おやすみなさい。